ました。いやいや、そんな、そんななんかなんかサプライズ的に来たんか知らんけど隠れてたね。 なんか隠れてんなっていうのは見たよ。そうそう、お疲れ様です。これ得てどうでした。いかにせよ、お前今日のイベント、うるさい、今日のイベント、そんなことで、お前京都で撮ったんか、おいファイナルのスタイル。いかがでしたか、見たの。これでもう何もつないの。水で歪んでるやろ。映ってます。本当ごたがれが好きやからな。テレビ出てたんですけど、その時よりテンション上がってます。お風呂が。白川ラーメン食いたいの、これ。氷山ブラックっていうのが言うんですよ。氷山ブラックね。行きましょう。いや、ね、こっち向けなさい。うん、こっちに。いや、なんだ。あ、それあれじゃないですか。この服。どこで話しかけてる。何が？その服ね。ワイパーでしょ。ワイパーの。あー、めっちゃかっこいいやつ。やっぱかっこいいですね、それ。やっぱかっこいいよな。かっこええわ、これ乗ってええかな、車。いや、乗っちゃったらちょっと見えづらいんですけど。何が降りるで、また後で。これでなあ、かっこいいでしょ、見せたいで、うん、また後で降りるでなあ、今乗ってええかな。なあ、いいですよ、うん、いいな。なんか俺もなんかそれなりの立ち姿になってるけど。店に来てますよね。乗ってええかな。店には来てるな。行く、はい。今日はね、ちょっと福島で営業というか、はい、ね、いただきまして、テレビ局がちょっと、ね、うん、主催してるイベントですね。はいはい、 KFB さんがね、はい、FKB さんかな、はい、どっちかな、調べてくださいね。の主催のイベントで福島来て、はい、さっき朝の生放送出たんですよ、はい、で、よ、あの昼はステージがあるんですよ、うん、お笑いステージが、はい、それまでまさかの4時間空きっていうね。うん、急遽、衣装さんが、来て、ね、暇つぶそうぜっていうことで。昨日言われましたからね。明日4時間空きやけど来れるとか言って。広川さんちょっとね、はい、娘の運動会。運動会もう中止になってるやろ絶対。ほんまやで。ほんまや。雨降って。うん、なんか運動会中止がトレンドに上がってたぞ、なんか。うわ。だからどこも中止や。来れたやろ。確かに。福島県郡山。今日は郡山に来てるんですよね。初めてね。初めてですか、森さんも。郡山初めてやと思うけどね。多分。もう初めてですわ。わざわざ来ないっすもんね。ちょっとあのやっぱり福島といえば俺はやっぱ白川ラーメンのイメージなのよ。わかります？白川ラーメン知ってました？何ですかそれ。え？福島といえば喜多方ラーメンじゃないですか？いやいや、福島といえば白川ラーメンなのよ、はい、郡山ブラックとかね。郡山ブラックっていうよね、ラーメンあるじゃないですか、はい、ブラックラーメン、はい、で喜多方ラーメンあるでしょ。それを差し置いて、はい、白川ラーメン食べたいのよ。わかります、うん、どんなラーメンですかそれ。いや、なんか多分透き通ったラーメン。おお、おそらくね。喜多方とちょっとラインは同じなんですかね、うん、まあ醤油系なんじゃない、はい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 、多分。東京にあります？いや、あんまないと思う。あんまないですよね。暴れる君がね、はい、あのめっちゃうまいっす、やっぱ白川の。暴れる君がよく言うんですよね、はい、暴れる君福島出身なんですか。そう。へー、福島のあいつどこやったかな。あいつそれこそ白川出身かな。ああ。だから東京で食べてるわけじゃなくて、それは。そうそう、やっぱ白川ラーメンがめっちゃうまいんですよって言ってて。それ地元の話として言ってるってことですか、うん、東京のここがとかじゃなくて。うん、そうじゃない、多分。その辺はちょっと自分調べて。何でも聞くな。調べろ。な。これすごいな。ここ、
この道路、うん、信号ないの？ほんまや。すごいね。あんま車通らんってことこれ。ほんまやな。逆にさ、はい、信号ない方が、うん、事故起こらんのかもな。今考えたら。確かに日本人のこう譲り合いの精神っていうか。やっぱり。そのやっぱ信号ない方が慎重に行くわけやん。うんうん、逆に。逆にね、うん。本当にかもしれない運転するわけやから。はい、はい、はい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 。ってなると信号なんていらんのかもな。もしかしたら。うるせえなこれ。ということで。白川ラーメン食いましょう。お、はい、でさっきちょっとあの FKB の KFB、はい、どっち？およそ800名調べろよそれも。なんか KFB やったような気すんねんな。今日 AKB が出てるんすよ。俺らの他にね。はい、で AKB と FKB、うん、正解は、うん、KFB です。あ、書いてた。書いてた、KFB。の何やったっけ？会長さんとかだね。うん、あ、社長ね。社長がね。はい、社長なんかレギュラーくれそうな雰囲気あったな。福島で。KFB で。やっぱね、俺のこの、持ち前のコミュニケーション能力で虜になってたな、もう俺に。言ってましたよね、ラーメン、うん、ああ、そうね、うん、なんか徳札堂っていうところが白川ラーメンが食べれると、うん、郡山やのにっていう、ちょっとそこに行きましょうよ。なんかもうその周りにいた人たちも口を揃えて言ってましたもんね、徳札堂って、うん、でも社長が言ってるからっていう可能性はある。やっぱああいう、うん、確かにコンマ何秒遅れてた、うん、やっぱイエスマン。俺の周りもなあ、イエスマンだらけやからさ、わかるよなんとなく。そうですか。ちょっとラーメン食べて、うん、まあそれでも時間余りますからね。ね、まあだから、うん、恒例の、はい、あるんですか？なんかあるみたいよ、古着は。うん、なんか福島駅、はい、ね、より郡山駅、郡山駅の方が栄えてるらしいよ、はい、うん、新幹線で僕ここ郡山駅じゃないですか、うん、来たの、うん、福島駅って止まるんですったっけ？この後が福島駅なの。あ、東京から行くとね。なるほどなるほど。15分向こうぐらいが多分福島駅なんじゃない？なんか行きたい店があるわけじゃない？ない。久しくない。そんな店は福島に、うん、調べます。あとじゃあちょっと調べますか、はい、なんかねちょっとチラッと見たらね、はい、高円寺のね、はい、あのスラットってあるやん。そうそうそう、俺もちょっとチラッと見たら、あそこのなんか郡山店があってんな、はい、ありましたよね。あとデザートスノーも、うーん、デザートスノーって町田で行った、はいはいはい、あれって多分下北とかにもあんねんけど、ありますね、あれの郡山店が多分あったりとか。うーん、まあだからわざわざ別に郡山で行く必要はないんですよ。いや、なんか俺スラットに関しては、うん、なんか2店舗ぐらいあったんですよ。あ、そうなんか、もしかしてこっちがメイン、うん、メインっていうか、その、うん、なんていうんですか、あの軸足置いてんちゃうかと思ったんですよ。ほんまか。いや、絶対高円寺やろ。いや、結構その可能性あるなと思いましたけどね。なんで？なんかだって2店舗あったんですよ。いや、なんてそれは。いや、そうだってデザートスノーは全国にあるじゃないですか。まあまあまあ。でも、うん、わざわざ郡山チョイスしないじゃないですか、はいはいはい、普通に考えて。うん、なんか理由があるはずじゃないですか。うん、だから2店舗もまずじゃあここで、はい、ここで のし上がって、はい、やっと東京に出せたみたいな、そう、可能性もあるってことね。あるし、うん、まあなんか店長がこの辺出身でとか、うん、まあまあね、はい、逆輸入したみたいな。逆輸入、うん、まあまあまあ、いやまあそうなの、逆輸入感じもね、可能性もあるなと思います。うん、あとやっぱ東京から結構近いじゃないですか、うん、郡山って、うん、1時間半で来れましたよね。そうね、1時間15分やったね。うん、だから結構その古着の流通という面でも、うん、結構だからあるんじゃないか。まあ、車で3時間ぐらいって言ったからね、東京から。あ、そうなんや、うん、結構栄えてる、古着としても結構栄えてる可能性ありますね。そうな、うん、
いやまあ文化があるかどうかっていうことですよね、うん、古着の、まあ、とりあえず白川ラーメン食べて、はい、ね、お腹いっぱいになって眠たくなる可能性もありますからね。あれもう着く、もう着く、何もなさそうですけど、あれこんなどこよ、あった、え、こんな住宅混んでる住宅街に突如現れた、うん、この場所にある時点ですでにうまそう、あ、いい感じ、ルート案内を終了します、これでもどう、車止めれんの、え、なんかちょっと怖いな、めっちゃ並んでるやん、取られ方どうする、え、そんなねえ、ゴルフさんのタレントパワーじゃないですか、福島にあるかな。さっきも別になんか生放送なんかステージでやりましたけど、はい、そんなウケてる感じはなかった、ね、結構混んでます、結構混んでます、混んでますね、混んでます、うん、結構混んでる、どうなん、混んでます、ね、結構混んでる、どうする、まあでもどんなもんなんや、何分待ちぐらい、8グループ待ってる、8グループもっといる、あの40分ぐらい、40分か、どうしようか、確かに絶妙や、絶妙ですね、絶妙や、まあまあでも、でももう次帰ってきて、帰ってきてなかったら、ね、なかったら嫌やもんね。うまいんですよね、ここ美味しいんですよね、ちょっと一回書くか、書くだけ書く、はい、12組ぐらい待ってるだから白川ラーメンも、うん、もう取れなくても、うん、サムネはもう白川ラーメンでいくから写真ぐらいはいいやろ、ね、撮るのはな、うん、ああやっぱラーメンもあるから、はい、ああ40分、40分待って撮れない可能性は全然ある、ただもうサムネは決まってるから、どこだろう、あれですね、サムネ候補1個目な、はい、であんまさあ、はい、喋るのもはばかれる感じの雰囲気やで、なんかもう開けすぎて、なんかあんまこうなんていうの、そのオンで喋る感じじゃなさそう確かにカフェみたいな感じですね、なんかね、やっぱ上品な、上品ですね、お店を、なんか変わった自販機あります、これません、何なんですか、これ聞いて、焼き鳥持ってる、うん、3本400円、まあまあ良心的な、ラーメン、あんバタードライキうまそう、2個セットそんな高くないよ、うん、うん、400円、これ食って待つこれ食って待つっていうのはまあありやな、それ用なんかなそんなわけないやろ確かに、でも食った後にこれ買おうとは思うもん、あ、でもちょっと口甘いの欲しいみたいになるのかな、そうですね、もしかしたら、でもあんまり飲食店の前にね、珍しいケースだけど、でもデザートがね、アイスとかもあるから、そうね、うん、だからまあ確かにちょアイス、あ、食いたいなってなる、なりますね、あれもあるよね、うん、可能性、ごたがれ見てます、ああ、本当ですかごたがれですよ今、まさにそうなんですね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、撮影良かったですね、普通に心よく思いのほか心よく引き受けてくれたね、大丈夫でしたね、彼これ40分ぐらい緊張してたからな撮れないんじゃないかっていうね、うん、知ってくれててよかった、しかもちょうどいいカウンターのこの端っこ誰も映らないね、とこが空いて、もう店自体すごい広い、そうそうそう、ちょうどなんか全員がこの店内が祝福してくれてるかのようにここが
本当にやらせのようにここが開きましたんで、はい、これあれですか、チャーシューワンタン麺は中華そばにチャーシューとワンタンが入ってる、チャーシューとワンタン麺が入っております、味一緒ってことですよね。あ、じゃあ俺、チャーシューワンタン麺、はい、僕もチャーシューワンタン麺、ストロングスタイル、うん、はい、いや本当に中華そば、チャーシュー麺、ワンタン麺、チャーシューワンタン麺、あ、このこれちょっと待って、ネギめっちゃええやん、何ですか、ネギ、ええやん、玉ねぎ、ラー油みたいなもん、だって餃子ないねん、よかったです、楽しみやな、白川ラーメン楽しみですね、楽しみ、めっちゃええ匂いしてんね、白川ではないですけど、うん、でも本当にね、うん、街の間もね、お客さんがひっきりだしね、そうしたんでね、めっちゃ未だに並んでる、未だにずっと並んでますよね、でも、うん、超絶名店やつ、じゃあチャーシューワンタンどうぞ、うーん、来たぞ、あー、すごいね、すごいっすね、これはうまいぞ、グルメ以来ですけども、全然臭くない。最後に。あ、めっちゃうまいですね。めっちゃうまいですね。めっちゃうまい。これちょっと醤油の最高峰って感じするな。めちゃくちゃあっさりというよりか、ちょっと濃くなる。濃くある感じ、やっぱチーユがさ、そうですね、うん、チーユね、これ、うん、玉ねぎ入れたい、玉ねぎの食感をね、うん、うん、うまっ、うまっ、あ、玉ねぎ入れよう、やっぱあの寒い気温のやつやから、うん、この熱を溜めれるような、うん、なんかこう油とかが入ってるっていう感じがしますね。断言するのは控えます。ちょっと。多分チーユが入ってるんで、うん、寒い地方の体ポカポカ温めるように、うん、ラーメンの熱を逃がさないようにしてるので。100では賛同しません。単純にうまいからの可能性ある。うまいわー、うまい、ほんまにうまい、うん、うん、やっぱもうおっさんになってくると醤油やからね、言ってましたね、結局ね、やっぱ醤油の味をやっと分かるようになったというかね、分かりだ、そんなに塩ですよね、うん、やっぱあの車ラーメンもめっちゃうまかったけど、はい、うまかったけど、やっぱおっさんになると、うん、どっちがよりこう感じれるかっつったらやっぱ醤油やね、そうですね、昔カップヌードルのさ、はい、赤なんてさ子供の頃食べたいと思うんだから絶対シーフードかカレーやね、カレーですよね、うん、今赤が一番うまいやから、あばれる君に感謝や、今あばれる君の一本やり情報なんですね、暴れる君と、うん、ラッパーのムートン、あが言ってた、有名人、はい、大巨頭から暴れる君とムートンに感謝だマジ整ってるかも今すごい
全力で食ったな。なんか、なんだこれ。治癒かこれが。これが治癒の効果か。もうポカポカしますよ。だから確かに。ああまあ。ポカポカぐらいするよほんま。最高でした。整いました。整いました。アバレル君がなんか普段からあんな汗かくのもわからんでもないから、ね。これ食べてるから。これのなんかあれじゃない。これのやつがずっと残ってんじゃない体内に。でなんかするたびに出てくるんじゃない汗として。はあうまかった。うまかったですね。最高白川ラーメン。はあいいねやっぱり。いいですね。どん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 こっからやっぱラーメン YouTuber としてやっていきたいね。うん、初手は久留米で、二手目は白川。白川でね。いいですね。いやいいね。ラーメンと雰囲気っていう武器をこう。はいはいはい。どんどん武器がな増えていくよな。うん、京都も行ってますね。新福祭館ね。あ新福祭館もね。はい、行って、はい、3軒目かだから。3軒目ですね。うん、やっぱねもうDIY という翼がほぼもがれたようなもんなんでね。やっぱり代わりのやつを見つけないといけない。ラーメンになってきますよね。うん、いいですよ。うん、DIY より回るしな。ラーメン DIY。 ラーメン DIY ですからね、うん、ほんまにラーメンと古着ってどこでもありますね。そうね、うん、どこ行ってもどこ行ってもあるもんやな。いやでもほんまにうまかったですね。いやうまかった。東京でもうないないっすね。いやないよあれは、ね、あそこまでの本格、うん、醤油ない。ああいやうまかったな。はあ疲れたもん。マジでなんか。なんかね。なんやろな、こう、全力で相まみえたというか。なんでなんやろな、あれ。発汗作用がなんか、あんのか。辛いわけじゃないんですけどね。そうね。ありますよね。なんか出てきたよね。はい、これからは、皆さん、ラーメン界隈の皆さん、お邪魔しますというか。しばらくの間、お邪魔します。ラーメン業界にごたがれ参入。戦々恐々としてんじゃない今。各チャンネルが、うん、ラーメン YouTuber、 ラーメン YouTuber が結構激戦区ですからね。そこもラーメン DIY。 なんだそれは。見たんだけどさ、DIY の意味が全然わかんなくてさ。あれなんかあんのかな。変な深読みで。フォーム崩すんちゃうみんな。ラーメン YouTuber たちが。うん、なんか今主流なのかな DIY が。続きましてもう一つの DIY。さあということで、我々は、ラーメン DIY の他に古着 DIY もやってますんでね。ちょっと郡山の古着を見に行こうかなと思ってるところなんですが、なんかさっき衣装さんがここめっちゃすごないっすかみたいなとこを ね見つけてきましたよね、はい、なんか駅の方にね向かおうかなと思ってたんですけど、はいはい、ちょっとそうじゃない外れた方に行った方がなんか面白そうな店が、うん、見つけた。なんかめっちゃ広そうなとこなんでしょ。なんか広そうでしたね。古着屋っぽくない建物に見えましたけどね。ああそう、はい、さっきでもラーメン屋になんか古着好きそうな人いましたよ。いましたよね、あのフットボール T シャツ。フットボール T シャツ。森さん着てるやつやと思いましたもんね。声かけられるかなと思ったらかけられんかった。そう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 。あれはごたがれみじゃなかったか。そう、ごたがれ見てますっていう人はねいましたけどね。いましたね、いましたね。もう福岡でもなんかほんまやな、
昔やったらもっとリアクションしてたのになんかもうもうなんか、はい、俺らも怠慢な態度怠慢な態度あるぞすーとそうっすかーってねそうですねほんまそんな感じになっちゃってたなそうねもう慣れちゃったよねちょっとまあハラスメントはね随時やっていきたいんですけどコタハラはこれ合ってんのほんまに確かこんな住宅街住宅街すぎませんいやでもまだもうちょい向こうなんかあれじゃないあの上のあれじゃないあれやあれよだって服見えるもん目的地付近でルート案内を終了しますええなんかうまいやこれ、これでもないこれこれこれこっちちょっとこっちこっちはこっちはいやこれは、ね、あれ新しいやつよこれじゃ古着じゃないかも嘘こっちがちょっと古いあっち森田あっちあっちかいあっちなんやねんあっちだすいません似たような建物がね、福屋でこんな散髪もね、あると思わなかったからすごいよ、何これ何よこれ全部同じ三国志何多分古着、こうなんやろな、ブランドねカジュアルブランドはいで、多分なんやろ、意識高い系の感じすごい三角地帯に来たすごいよこれ何よこれデルタ地帯やファッションデルタ地帯はいはいこっちですよね缶出して入るから分かってましたよ缶出して入るからねどうしたこれ来たねなんだこれすごいなおいおいすごい福島のアメリカやんけおい一見これおいうわすっげーこれだってえふぅ回してくれるかな回してくれるのこれあこっちじゃないわこっちじゃないよあほんまや、うん、どんなんちょっとでも勝手に言うことやこういうさ、こんな瓶とかさええやんこんなかっこええ昔こんなんにビックリマンシール入れてたわ俺アメカジに特化した感じなんですねアメカジなんやろなだからその古着というよりは新品っていう新品アメカジって感じなんじゃない、うん、でもやっぱさ、このコントパスポどうやって作ってんこの店すげえなあやっぱあなんかさああいうのいやあっサンバがあるこのターコイズのこんなんとかええなかっこいいよねこれオリジナルでしょ9万2000円かっこいいこれめっちゃいい色やないいですねこの規模すごいすごい規模ですねあ、でもここ古着じゃない？リバースほら、だって刺繍タグやもん。へえ。だから元があれで、そっからその着想を得たとかじゃない？うん。いやでもここは多分古着なんや。こっちは新品かもね
あれ、あっちはあのリバースとかは古着ですか？古着です。あ、あれが古着なんですか？はい、2階はあります。2階もあります、ね、あります。ディスプレイ用で一応ありますんで、うん、あ、ディスプレイ用登ってもらうとあそこにケース見えると思うんですけど、 あそこにヴィンテージ並んで、 あれだ、はい、すいません。バンダナとかかっけえ、バンダナかっけえやん、うん、いい色。お前バンダナほんまいまいち使い道わからへんねんな。そろそろほんまバンダナとして使ってみようかな。ガチのそろそろあれ、うん、あれ用のあの黒マヨンズ一か八か。いやマーシーはこうやん、はい、でまあそれはバイクさんがやってるやんマーシースタイル。なるほど、ね、いや、 やっぱこの言うたら、一人ごっつスタイル芸人はそっちと、ああそろそろそもうちゃんとその正規のバンダナとして使ってみようかな流行るか流行らないか。うわうわこれあれや、伊予島の、うわこれこれはやばい、これやばいっすよ、やばいっすね。これなんすか、オーナーのコレクションなの？昔からそうオーナー前社長のもともと仕入れとかやってて、はい、コレクションというか、すごいなぁ。あ、セカンド？そうですね、セカンド。はぁ、うわぁ、すごいな。何年代なんですか、セカンドっていうのは。これは50年代ぐらい。でもでほぼデッド。多分結構値段するんじゃないかな。まあそうっすよね。このなんかパーカーもなんなのこれ。これでもリバースやな。リバース、そうっすね。僕もこの辺開いたことないんで。こんしかもなんかこの感じで置いてんのがいいよ。なんかなんかいいよね。倉庫感という。このスカジャンやばいと思う、ほんまに。お前、俺が育ち悪かったら夜中忍び込むよ、ほんま。いや、これはでもほんま郡山の人助かるやろな、アメカジ好き。郡山のアメカジ好きはだ結構セレクトなんですね。だからウェアハウスとか、うんうん、あの辺のやつをダブルワークスとか、ダブルワークス、これもウェアハウスだよ。ダブルワークスとウェアハウス、かっけえ。どういうことこれ、すごいね。うわちょっと待って、何だこれ。これはだから三重で見たやつのちょっと似てるやつ、ミューズ。これ何のやったっけな、なんか聞いたのに忘れた。くやなんだこれ、すごいっすね。これはすごいわ。これすごいっすね。何これ。だからミサイルのあの数というか、あれがなんかいろいろあるんじゃないの多分。確かに、これは博物館よ。あ、これ椅子ですか。はい、結構ああすごっ。あ、このタイプなんや。何が違うんですか。いやなんか俺襟付きやと思ってなかった。ああ、はいはいはい、はい、え、これちょっと俺触るの怖いんで、はい、え、広げれます。これ広げていいですよ。あ、いいですか、はい、うわー、 US マリン、うわー、待ってこれすごいな。すごい。あ、これ売り物なんすね。一応昔つけといた値段なんで、あ、そういうことないな。今この値段じゃない、じゃない、もっと高い。
48万。昔でよ。重ほんで。え、すごい。これすごい。これ俺もちょっとあんま触ってられんから。ちょっとこれすごいわ。あ、チャック。チャックすごいな。これすごい。これなんかこっちの。こっちジャパン。用事前から。いやーかっけーかっけーでこうね硫黄島やうわーすげえでも硫黄島って書いてるやつではないんですねですねねこのシャルダで硫黄島のイメージですそうっすよねでもこれはこの絵はやっぱ硫黄島ではあるってことですよねですよね多分そのそういうことですよねその認識だったんですけどえぐ、ありがとうございます。あの下のもう一本でいいですか。はい。はい、買いましょう。これもあるっす。これも何年だろう。あ、すごいこれ。こんなん初めて見た。西陣なんですよ、これは。へー。西陣織。西陣織。え、どういうこと？西陣織の当時のスカジャンってどういうこと？京都で作ったやつどういう歴史になるかは分かんないですけど西陣だったからこういうはい、俺これ初めて見た何これ分からんガラもうなんかえ中いいっすかあもう俺もう触んの怖いわこれこっちは割とポピュラーなこっちが珍しすぎるへえ。へえ。すごいねこれすごいっすね俺見たことないと思うすごっああすいませんすげえ。これも見ん何これえこの下これこいつなんすかこのトア犬何これえなんだタカじゃなかったねタカが何かを捕まえてんのかなこれ見ないっすねあったんかなこんなあまり見ないですよね森さん見たことないこれないと思うはぁ面白いっすねかっけーこれ B 面も見いやーかっこいいこっちはまあ一般的っちゃ一般的ですこれ富士山ですねこれもあんま見えへん正直この虎と鷹のこのでしかもキルティングで B 面やからキルこっちが B 面みたいなことやろかっこいいっすねでもほんまになんかあれなんか白川ラーメン食べたぐらいの浴び方してるなんか熱なってきたへえかっけえありがとうございますすいません、はい、めっちゃいいもん見させてもらいましたいやとんでもないですあのさすいませんいやちょっと浴びたねなんか久々に激ヴィンテージ浴びたなええ色いい色ですねスモールやけどあんまスモールに見えへんけどあースモールかどうやろ一緒に来てるあこれスモールやけど別に全然あの入ってますねいけるね、うん、いけてます身幅広げ機であとはあこれリバースにしてはさなんか、うん、この感じとかめっちゃいいあ、これ買おう、うん、あとはもうあの皆さん本当にあの安心してください身幅広げ機で広げるんで今ねちょっと確かにね、はい、キュッとしてますけど今ちょっとあのはいキュッとしてますけど、はい、キュッとしてますけどこれがちゃんとなりますいい色やなこれいい色ですねこれこうありがとうございます
やーすげえな、すごい場所だった。オーナーもめっちゃ陽気な人でしたね。オーナーいい人やったな。オーナー最高やったな、はい。